あ、でも元々の話で言うと、ウォーウォーテナイトは、うん、その公式放送2時間のエンディングに入ってなかったの、うん、エキシビジョンで歌う予定だった、エキシビジョンで歌う予定だった、入ってなくて、でただその2日前だっけ3日前だっけ、そのカラオケ行ってそのヤーヤーヤーとウォーウォーテナイト歌った時に、うん、そのマオちゃんとマミルトンがその本戦で、うん、その公式放送の方にウォーウォーテナイト歌いましょうよって、うん、歌ってほしい、ヤーヤーヤーはエキシビジョンに回しましょうよみたいな話になって、うん、はい、で私はいやヤーヤーヤーで行くとかって言ってたんだけど、なんかその公式の方でやりましょうよ、うんうんうん、ウォーウォーテナイトってすごい言われたのがあって、前日に中条 D が、ね、はい、事務所に来た時にあの台本見ながらここのラストにウォーウォーテナイト入れて全員で歌いましょうよってのを入れたんですよ、うん、だからあの時カラオケ行ってなかったら全然入れてないんですよ、私もそのいや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 じゃないウォーウォーテナイトをエンディングで歌うっていうのはリハの時に初めてしたんで、あ、じゃあメインの方でこれ出るんやと思ってすごい嬉しかったんですけど、でもあれは本当にあの時の話があって、うん、でもう急遽ねじ込んだ、だから台本書き換えたんですよね、なるほど、前日に、いやまずそれしてよかったですね、うん、してよかった、うん、あれがなかったらなんかあの放送の絵がまた違うよね、うん、そうですね、でそれで急遽私がもう一曲歌いましょうってなって、うん、で前日にもうその急ぎでもう本当急ぎで申請というかチェック回すからって言われて、もう一曲出せって言われて、で尾崎豊のシェリーを歌わせてくれっていう話をしたのがそのエキシビジョンのあれだったんですよ、シェリーの時、あのシェリーあんま聞いたことなかったんで、尾崎豊、はいはい、初めて聞いたぐらいな感じだったんですよ、でコメント欄を見ながら曲聞いてたら、なんかあのコメント欄でもなんかあれなんかだんだんなんか染みてきたみたいななんか最初はなんか疲れてんな疲れてんなみたいな思ったんですけど、だんだんなんかこのかすれた声とあとなんかこの歌詞の内容がマックスの心情に合ってんなみたいな、だんだんみんなそれに気づき出してあれなんか染みてきたみたいなコメントが多くて、めっちゃ私わかるわかると思ってます、なんか終わった後にその事務所に戻ってノア降臨とか撮ってたんですけど、その1時間ぐらいあったんで、まあ飲みながら話してて、で小助がね、あいつ感受性めちゃめちゃ豊かだから感動しいじゃないですか、小助が、でまあ自分の歌の時すごい緊張したと、で終わってでやーやーやーの時はもうなんか全力を出そうみたいな、自分の歌の時以上にカッコつけて全力出して場を盛り上げようみたいな、ただそれが終わってすごい気が楽になったと、うん、でその公式放送とエキシビジョン放送、うん、全部足した中で僕の中で一番感動したのがシェリーの時だった、あん時僕泣きそうでしたとかつって、そこなんです、どうした小助みたいな、なぜシェリーで、僕はもうこの2週間村井さんがどれだけ大変だったか知ってるじゃないですかみたいな、もうその声ガラガラでボロボロで、その村井さんが2時間経った後、そのいきなりもう1曲だってエキシビジョン始まって、いきなりの1曲の尾崎で、なんかそのなんだ歌詞がまさになんかこう、俺はまだバカと呼ばれているかとか、俺はまだ恨まれているのかとか、なんかなんだタン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 、転がり続けてこんなとこにたどり着いた、這い上がれるのだろうかとか、なんかはぐれ者だから、うん、なんかうまく笑えるかわからないとか、なんかうまく笑えているかとか、なんかそういう歌詞じゃないですか、で小助がなんかね本当にやばかったっ、なんかねもうプルプルしてた、我慢してたでお前小助みたいな、なんかそのマックスの心情があって、さっきの話あるじゃないですか、はいはい、みんな言うじゃないですか、うん、まあ、ぶっちゃけ全然そんなことないんですよ全くそんなことなかった、残念ながらそんなことなかった、あのですねあの全くないんですよ、全くないです、全くないんですよ、ただ私なぜあの歌は私カラオケ行くといつも歌うんですけど、うん、シェリーと、うん、いやいやいやどうも覚えてないとか、私カラオケで毎回歌うんですけど、うん、そのシェリーは私が18歳からその社会人として働き始めて、うん、で営業マン、うん、8年ぐらい営業をやってるんですよね、特にその18、19、21、22みたいなその若い時代
にその営業なんでいろんな人にこう提案に行くわけじゃないですか。で決済もらって商品を売る、その相手がだいたい40代50代。ああ、なるほど。だから私 の18、19、20とかってそのほぼ連日40代のおっさん連中とおじさま連中と過ごした時代だったんですよ。で彼らと飲みに行こうぜとかカラオケ行こうぜっていうと、その彼らからすると尾崎ってど真ん中なんですよ。世代なんですよ。でそんな中でもその I love you とかすごい難しいんですよ、曲が。でシェリーってすごい歌いやすくて、でみんな難しそうな気がします。いや全然簡単、あれすげえ簡単、シェリーは、音低いし、あとは結構語り口調なんで、なんかあんまりね音程気にしなくていいんですよ。なるほど。でそのおっさん連中がですね、そのシェリーをその語りながら歌うんですよ、なんかセリフのように、それがね決まってんだな。その言い方悪いかもしれないけど、そんなに歌うまくない人でも、そのなんか吐き出すように歌うと、あの曲はね決まるんですよ。なるほど。コメントでも最初の方疲れてんな疲れてんなって言ってたけど、なんかこのかすれた声でこの歌歌うのがいいなみたいな言ってましたね。シェリーはああいう歌い方なんだ。まあ、ただ私もなんか声の出し方がもうちょっと半分合唱部的なところがあるので、そのかすれた声出せないんですよ。もう出ないんですよ、喉的に。逆に出ないんですけど、そういう声を出す練習してない人とかがもうなんか疲れ切った後とかで、2時間とかで歌ったそのラストとかでシェリーとか歌うとすっごい様になるんですよ。ボロボロの声の方がもう音程無視とかで喋る、もうただ喋ってるみたいな方がね決まるんですよ、あの曲。それがね私好きで、でよく歌ってるんですよ、それだけっていう思い入れがあった曲。あった曲、あの別にあの歌詞に対して新曲とかではない、自分がこうだとかなんか、はい、そのコメント欄でも這い上がれるのだろうかとか歌ってた時に、這い上がれたよ、お前はもう這い上がってるよとか、いや別にそんなこと特段思ってないみたいな、まさかの別に這い上がろうとかもそんな特段ないしみたいなのはある。逆にホッとしましたけどね。なんかそんなそんななんか辛い思いというか、なんか切実だったのみたいな。なんか普段のおちゃらけた感じの気楽なイメージと違うな。実は中にはもっと深いなんかあるのかなみたいな。なんもない。ないです。なんもない。逆に良かったですね。そう。でもね、そうなんですよ。コスケとかはね、コロッとね、その辺にね、感動したっつって村井さんみたいなこと言ってて、いや、コスケ、違うんだってそんなことはないんだ、気にしないでくれっつって、その、思えばラブソングなんて歌ってみると必ず目当ての子がいたようなみたいな、そういう話じゃないんだって意図ない、そう。あったな。予期せぬあの感動がありましたね。あった。で楽しかった。楽しかった。すごい面白かった。出るまではもう緊張しっぱなしで、どこのタイミングで緊張はほぐれたの？歌い終わった後ですね。歌ってる間ずっと緊張してたの？歌ってる間はもう今考えるとあんまし記憶がない。記憶がない。もうずっと歌詞をとりあえず見てたのと、あんましお客さんは逆に見えなくて、あのスモークとなんか来た。ライトで、なんか来た。怖い。なんか来た。ハイタッチとかしてる。撫でてこい。撫でられたい。撫でられるとね。撫でられる。おお、ありがとうございます。じゃあ私も撫でてもらおう。尿文君せんべいをね、つまいでと。なんすか、なんか尿文君せんべい。尿文君せんべい作ったの。尿文君。
なんか妙門くんせんべいをいただきました。いただきました。ワイが作ったって言ってました。ワイが。ゆるキャラなんですかね。ご当地キャラ。いや、ゆるキャラではない。ゆるくはない。ゆるくはないよ。割とガチ。休日のなんかイベントとして商店街練り歩いてるのかな。なんかさっきのあのガラポン、ガラポンのイベントみたいですよ。ガラポンやってますっていう看板かかってます。じゃあ話戻しますか、はい。まあ結論としては非常に楽しいイベントでした ね、うん、そうですね。非常に今後の要望として、あのまず一つ目多かったのが、なんかまた こういう歌番組やってほしいみたいなとか、まおちゃんの歌ってみたを出してみたいな多かったですね。多かったですね。また歌番組やるかどうかはさておき、次回はなんか、次回ボーリングっぽい、ね、はい。まあ、次回というか、今日手羽先対決ありますけど。そうだ昨日の今日だから。昨日の今日でしたね。あとあれも言っとかないと、はい、今回、ニコファールで歌番組をできたわけじゃないですか、はい。これはそのニコニコのマックス村井チャンネルっていうのができたから、うん、で無料の動画もたくさんあるんですけど、その有料の生放送もたくさん準備をしていて、でその有料で、月額500円かの会員、月額会員プランっていうのがあるんですけれども、その会員の、いただくお金が原資としてこういう企画がいろいろとされる、うん、そうなんですよね。でその我々がこれまでそのゲームをやったりとか、うん、まあなんかね、適当に公園とかで食べったりとかっていうのをやってきたんですけれども、やっぱりもっといろんなことしたいじゃないですか。そうですね。で、いろんなことをしようと思うとお金かかるんですよ。かかりますね。結局で7月に富士山行こうって言ってますけど、それもお金かかる。かかる。自分たちで行くだけじゃないから、ね、そうですね。話は撮影したりとか、そのいろんな機材が必要だし、まあ、事前準備とかね、もろもろで、結局そのそういうね、活動資金がなければできないことも多くて、でそういうものをですね、あの皆様と一緒にあの応援していただければ、我々もいろんな企画、やりたかった企画ができるみたいな、そういうそのチャンネルでございます、はい。まあ、具体的にあの今後これをやります、あれをやりますみたいなことがもう全部が全部決まってるわけではないんですけれども、お冬が来るときと今度、まあ、状況に応じて会員数が増えれば増えるほどできることは広がるの で、ね、できることは増えていく。皆様ぜひとも登録してあげてください。よろしくお願いします。私たちがですね、はい、もっともっといろんなことができるように、はい、あの一緒に楽しめればと思っております。はい、って感じですかね。そうですね。そんな感じでございます、はい。まあ、そんなわけで、はい、一発目がね、ニコファーレすごかったですね。一発目からいやー、あれは大変なことですよ、はい。あれも放送終了後から全然まだまだ伸びてますからね、あのタイムシフトの、ね、数ね、半日が経過して、はい、もう15万人弱まですごいタイムシフト伸びてますからね。6万ぐらい増え、あれ、いや、ちょうど10万ちょいで終わ、10万オーバーぐらいでライブ終わったんで、5万ぐらい、5万ぐらい増えてる。すごいタイムシフトでゲームじゃないのに、ゲームじゃないのに、まあ、ありがたい話です。ありがたいですね。今後とも皆様何卒よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。じゃあ以上でそんな感じで反省会を終わります、はい。ありがとうございました、はい。ご視聴ありがとうございました。マックス村井でございます、YouTube で見ている方は動画の下の赤い登録ボタンからチャンネル登録を、ニコニコで見ている方はマックス村井チャンネルトップページからお気に入り登録をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。また、動画の説明欄に私や真央ちゃん、マミルトンや高橋くんの Twitter アカウントとかもまとまっております。ぜひともフォローのほどよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。